い、どうもこんにちは、 J リーグにゃかサポーターの良平です。今回も J2 注目カード4試合を深掘りし、全カードの結果とそれを踏まえての最新順位まで確認していこうと思います。この動画を見ていただければ、 J2 の最新順位をはじめとしたリーグの情勢、より J2 リーグを楽しめる内容になっております。ぜひ最後までご覧ください。そして動画を視聴していただく前に1点お願いです。この動画に限らずですが、基本的には最新の注意を払って動画編集、情報収集していますが、そのチームを応援しているサポーターからすれば、僕なんてまだまだにわかサポーターです。編集に追われて誤情報や誤表記が出てしまうこともあるかもしれませんが、あらかじめご理解の上動画を視聴していただけると嬉しいです。それでは早速注目カード4試合をチェックしていきましょう。まずは横浜 FC 対清水のゲームから。結果は2対0でホームの横浜 FC が勝利しました。7連勝と首位を独走する清水を、4位横浜 FC がホームで迎える、今節最注目の上位対決。前回動画でお伝えしたように、この試合で清水が勝つといよいよ完全に独走が固まってしまい、リーグ情勢が決定的なものになる。横浜 FC にとっては負けられない試合。そしてリーグ最多得点の清水とリーグ最少失点の横浜という、ホコタテ対決の側面もある超ハイレベルな一戦でもありました。序盤戦最大の大一番となったこの試合を横浜 FC が制しました。まずはこの試合のスタメンです。ホームの横浜 FC は 3-4-2-1 の布陣。前節から2名のスタメンを変更。キャプテンのガブリエウ選手、ミッドフィルダー小川選手がスタメンに復帰。対する清水は 4-4-2 の布陣。前節からは1名のスタメン変更のみ。7連勝と好調な主軸メンバーをそのまま起用。そしてついに乾選手が復帰し、ベンチメンバー入り。どのタイミングで乾選手を投入するかにも注目が集まりました。試合を振り返っての全体的な印象ですが、横浜 FC のこの試合にかける気持ちの強さが随所に感じられる。そしてまるで J1 を見ているかのような非常にレベルの高い試合となったと思います。まず前半は横浜 FC ペースで進んでいた印象です。横浜 FC の出足の鋭さ、守備での圧力、プレッシャーがまあすごくて、7連勝と絶好調の清水といえど、前半は横浜 FC に押し込まれる展開が多かったと思います。横浜 FC が押し気味に進める中で、ショートコーナーから幸先よく先制に成功。このゴールは、まあ、福森選手のキックがすごかったですね。ショートコーナーで相手ディフェンダーにかなり寄せられたため、相手に当たるかミスキックになるかなと思いましたが、あれだけ寄せられてもドンピシャのここしかないというところにクロスを入れる技術の高さに驚かされました。そして横浜 FC は先制点の後もチーム全員の守備意識が非常に高く、清水がなかなか効果的な攻撃をさせてもらえなかったですね。たまらず清水は前半のうちから矢島選手を右サイドに移動し、ディフェンスラインを3バックにするなど、システム変更から局面打開を試みていたと思いますが、それでも前半は終始横浜 FC が優位に進めていたかなと思います。しかし後半に入ると一転、清水が逆転を目指して一気に攻勢に。セットプレーからビッグチャンスを迎えるなど、立て続けに横浜 FC ゴールに迫ると、53分には早くも切り札乾選手を投入。後半は清水の縦へのスピードが一気に加速し、どんどん後方から選手が追い越してくる圧力ある攻めが印象的でした。清水の怒涛の攻めは迫力があって素晴らしかったですね。ただそれでも横浜 FC の守備陣が崩れませんでした。中央を固く閉じる守備で清水自慢のコンビネーションをシャットアウト。ボランチの有利選手なんかは特に守備で効いていて、対人での守備、危険な箇所を潰す危機察知能力も高くて、セカンドボールを回収するなど素晴らしい働きでしたし、攻撃でも小川選手が前半からすごく良くて、オフザボールの動き、背後に抜けるランニングから攻撃の起点となり、守備も非常に献身的。
あれだけ清水が前がかりになったにもかかわらず、横浜 C もカプリーニ選手がなんとかシュートシーンを迎えるなど、横浜 C は後半も守備の強さはそのままに、でも決して完全に後ろに重心を置くことなく、攻めの姿勢は崩さなかったことも印象的でした。その後も試合を通して粘り強い守備を披露し、1対0の最小得点差のリードを守りきると、後半アディショナルタイムには伊藤選手が試合を決定づけるダメ押しゴールを奪い、試合はこのまま終了。横浜 FC がホームで見事な試合を披露し、清水の独走に待ったをかけました。横浜 FC の堅牢な守備、そしてそれをこじ開けようとする清水の怒涛の猛攻、とても J2 とは思えないレベルの高い攻防が見られて、非常に見応えのある試合でした。やはり改めて試合を振り返ってみても、横浜 FC の守備本当に硬かったですね。清水があれだけ攻めてもそこまで決定機はなかったように感じましたし、横浜 FC はなんと残り15分の失点が16節終了時点で0ということで、いや驚きのデータも出ていました。16試合戦って残り15分の最も試合の動く終盤に失点がないというのが、いやもう驚愕ですよね。でもこの試合を見たらそのデータも納得するほど、まあ、素晴らしい守備、ゴールキーパー市川選手も素晴らしかったですね。この勝利で昇格レースが面白くなっていきました。今季まだ3連勝以上がない横浜 FC、 自動昇格を勝ち取るためには安定した守備をベースに連勝していけるかも重要ですね。次節以降のゲームにも注目したいと思います。続いては千葉対愛媛のゲーム、結果は7対1でホームの千葉が勝利しました。前節は共に2対2のドロー、特に千葉は終盤に追いつかれての悔しい引き分け、今節はホームに直近の10試合でわずかに1敗の愛媛を迎えてのホームゲーム、難しい試合になることが予想されましたが、千葉の攻撃陣が爆発し7得点の大勝を収めました。まずはこの試合のスタメンです。ホームの千葉は 4-4-2 ないし 4-2-3-1 の布陣、前節からは4名のスタメン変更、前線には横山選手、小森選手がスタメン復帰、センターバックには佐々木選手が入りました。対するアウェーの愛媛は 4-2-3-1 の布陣、愛媛は前節から1名のスタメン変更となりました。試合を振り返っての全体的な印象ですが、この試合は千葉がとにかく強かった。終始試合を支配してゲームを進めていたと思います。序盤こそ愛媛の高い位置からのハイプレスに手を焼いていた印象ですが、愛媛のプレスを逆手に取り、愛媛のディフェンスラインの裏へ長いボールを蹴り込み、フォワード小森選手の抜け出しからチャンスを創出、開始早々の先制点も小森選手の背後への抜け出しからゴールが生まれました。そこからは千葉のゴールラッシュ、前半だけでなんと5得点を記録、いや千葉の攻撃が本当に素晴らしかったと思います。序盤は愛媛のハイプレスに窮屈なボール回しとなっていましたが、時間とともにビルドアップでプレスを剥がすようになり、次第に左サイドを起点にチャンスメイク、日高選手やドゥドゥ選手、横山選手が絡む左サイドの崩しは見事で、左サイドで崩して右サイドで仕留めるといった攻撃のリズムができていました。後半に入るとたまらず愛媛は3枚替えを敢行、これにより千葉のゴールダッシュは一旦止まりますが、それでも試合の主導権は後半も千葉が握っていた印象です。いや一人一人の技術が千葉は高いですよね。センターバックの佐々木選手、久保庭選手もロングフィードを何本も通して愛媛のプレスを裏返していましたし、トップ下の横浜選手もめちゃくちゃうまいですね。そして最前線の小森選手も背後への抜け出しだけでなく、状況によってはボランチ付近まで下がってボールを引き出し、ビルドアップを助ける働きも見せていました。このように一人一人の技術の高さ、効果的な動きやロングフィードで千葉が終始優位に試合を進めていましたね。千葉は後半にも2得点を決めて、この試合なんと7ゴールの大勝、
終盤のオンゴールは、まあ、ちょっといただけないレベルで無失点できっちりと終えたいところでしたが、まあ、それでも千葉の強さが際立つ素晴らしいゲームを見せてくれたと思います。千葉の自力の高さ、実力を発揮できれば J2 ではトップレベルの強さを誇るチームだなと改めて印象付けた試合になりました。千葉は栃木戦の8得点に続き、この愛媛戦も7得点と今季2度目の大勝。しかもこの大勝した2試合は相手に退場者が出たわけでもなく、11人対11人でこれだけの得点を記録しているのがまたすごいですよね。この得点が他の試合でも出ていれば、いやー、千葉の実力を考えるとまだまだもどかしい成績順位だと思います。この勝利をきっかけに巻き返しを図れるか、今後の千葉の躍進に期待したいと思います。続いては鹿児島対長崎のゲーム、結果は0対3でアウェーの長崎が勝利しました。前節首位清水に敗れ降格圏に陥落してしまった鹿児島と、ここ3試合は引き分けとなり足踏みが続く2位長崎の一戦、共に浮上のきっかけをつかみたい九州勢対決を長崎が制しました。まずはこの試合のスタメンです。ホームの鹿児島は 4-2-3-1 の布陣、前節から3名のスタメンを変更、星選手や中原選手がスタメンになりました。対するアウェー長崎は 4-3-3 の布陣、前節からスタメン変更は1名、加藤選手がスタメンに復帰しました。この試合を振り返っての全体的な印象ですが、長崎のストロングポイントが随所に出た試合になったかなと思います。ホームの鹿児島は前半から前への積極的なプレス、対する長崎は守備時は 4-4-2 のブロックを敷く、まあいつもと変わらない戦いを展開。特に鹿児島は守備でも攻撃でもかなり積極的に間がかりに人数をかけていて、攻撃時は左サイドバックがかなり高い位置まで上がって攻撃参加をしていました。まあただこの左サイドバックが上がったスペースを終始長崎に使われてしまった格好で、先制点もマテウス選手のスルーパスを右サイドマルコス選手が左サイドバックの上がった背後のスペースをついてのゴール。この鹿児島の左サイドの広大なスペースを使われて決定的なチャンスが生まれるというシーンが、まあ前後半通じて何度か見られましたね。ただそれにしても長崎の選手たちのうまさも光っていました。そもそもマテウス選手の先制点につながるスルーパスがうますぎますし、しかもマテウス選手は視野が広いですね。逆サイドのマルコス選手の飛び出しまでよく見えていました。対して鹿児島も失点後も積極的な姿勢を崩さず、ボランチの藤村選手を中心にテンポの良いパスワークから鹿児島が反撃に出る時間帯もありました。ただここも長崎ゴールキーパー原田選手がこの日も素晴らしいパフォーマンスで最後までゴールを割らせませんでしたね。ハイボール処理も安定していましたし、飛び出しの反応も早く危険を未然に防ぐ安定した対応が光っていました。この試合の守備の MVP は、まあ、ゴールキーパーのこの原田選手なんじゃないかと思います。そして後半に入ってもゲームの構図は大きく変わらず、長崎はまたも鹿児島の左サイドの広大なスペースをついて追加点をゲット。その後も選手交代をうまく使いながらゲームの強度を落とさず安定した試合運びを展開していました。非常に気温が高く足が止まってもおかしくないコンディションだったと思いますが、終始強度が落ちず追加点を奪ってからも攻撃の手を緩めず、長崎がゲームをコントロールしていたのが印象的でした。いや、増山選手とかフル出場なのに終盤まで前線に駆け上がってましたよね。終盤には途中出場松田選手に今季初ゴールが生まれ、終わってみれば3得点を奪っての快勝。長崎は4試合ぶりの勝利とともにこれで14戦無敗を継続、アウェーの地で貴重な勝ち点3を手にしました。いやー、マテウス選手のこの力、原田選手のセービング、モヨ選手や増山選手をはじめとした
対人守備の強さなど、長崎の選手の良さがよく見られた試合だったと思います。直近は未勝利が続き、失速を危惧する声もありましたが、まあこの試合を見る限りでは長崎はやはり強いですね。今後も昇格レースの中心となるクラブだと思います。続いては山口対藤枝のゲーム、結果は2対1でホームの山口が勝利しました。現在2連勝中、5位に浮上と大躍進を見せる山口と、序盤の不調から一転4連勝中と勢いに乗る藤枝の対戦、好調なクラブ同士手に汗握る熱戦を山口が制しました。まずはこの試合のスタメンです。ホームの山口は 4-4-2 の布陣、前節から2名のスタメン変更、山口の戦術上のキーマン梅木選手がなんとメンバー外、ベンチにも入っていないということで驚きのスターティングラインナップとなりました。対するアウェー藤枝は 3-4-2-1 の布陣、前節からのスタメン変更はありません。4連勝中と好調なメンバーをそのままにアウェー山口に乗り込んできました。試合を振り返っての全体的な印象ですが、前半は山口、そして後半は藤枝がペースを握り、最後までどちらに転ぶかわからない、死闘と呼ぶにふさわしいゲームになったかと思います。前半はお互い固い入りになった印象で、山口は今季おなじみのロングボールを主体とした攻撃、対して藤枝も無理に後ろでつなぐことはせず、どちらかというとロングボールが多かった印象で、ところどころ芝がめくれていたピッチコンディションの影響もあってか、過度なリスクを負わない慎重な前半に見えました。その中でエアバトルが頻発し、セカンドボールの拾い合いで激しい球際の攻防が見られ、肉弾戦が多発する、そんなゲーム展開になりました。その中でも前半ペースを握ったのが山口で、高い強度と素早い出足がこの日も健在、押し気味に山口が試合を進める中で、新保選手のクロスから若月選手が合わせて先制ゴールを奪いました。いやー、新保選手は非常に得点の可能性を感じさせる高精度スピードのあるボールが蹴れる、それでいて自ら突破することもできるのがすごいですね。そして後半に入ると一転、藤枝にペースを握られると、暑さの影響か山口も徐々にプレッシャーをかけられなくなり、コーナーキックから同点ゴールを奪われました。藤枝は前半とは打って変わってゴールキーパーからのビルドアップなど、後方からつないでボールを前進し、藤枝が押し込む展開が続きました。このように前半は山口が、後半は藤枝がペースを握り、山口は特に後半は梅木選手のようなターゲットがいない分、なかなかチャンスを作ることが難しかったように思いました。ただそれでも勝ち切ってしまうのが今の山口。後半アディショナルタイム、途中出場の末永選手が混戦のボールを押し込み、劇的な決勝ゴール。センターバックの平瀬選手を最前線に置いたり、藤枝ペースの中でも交代策を用いて耐えしのぎ、最後の最後にチャンスをものにしました。いや、前半から両者負傷者が出たり、脳震盪の影響でまた交代選手が出たりと、激しい肉弾戦のゲームで、気温の高さや芝の状態も十分ではないピッチコンディションなど、両者にとって難しいゲームになったと思います。その中でロングボールのターゲットとなる戦術上のキーマン梅木選手を欠いた山口でしたが、気持ちで手繰り寄せた勝利。山口の選手たちの奮闘、そして藤枝の選手たちの奮闘も素晴らしかったゲームだったと思います。この勝利で山口はついに3連勝、順位も5位をキープし、堂々昇格争いに名乗りを上げました。今季のダークホースとなるんでしょうか。山口の躍進が楽しみですね。最後に他会場の結果と順位表です。山形対秋田は0対2で秋田が勝利。山形はなかなか勝利できない試合が続いていますね。3試合連続完封負けとなりました。水戸対大分は1対1のドロー、群馬対いわきは0対1でいわきが勝利しています。
徳島対熊本は1対2で熊本が勝利、徳島の無敗記録が5でストップ、熊本は8試合ぶりの勝利となりました。岡山対甲府は2対0で岡山が勝利、注目の上位対決を岡山が制しました。栃木対仙台は1対2で仙台が勝利しています。順位表です。首位清水、2位長崎と自動昇格圏の順位に変動はありませんが、首位清水が敗れ、2位から7位の上位クラブが全て勝利したため、首位との差が一気に縮まった説となりました。清水以外の上位クラブが軒並み勝利したというのも、いやすごいですね。ただそれでも首位清水と2位長崎の勝ち点差が4、3位仙台との勝ち点差が8、まだ清水のアドバンテージは大きい状態ですね。今後逆転が起こるのでしょうか。一気に J2 が慌ただしくなってきました。続いてボトムハーフ、降格圏の順位に変動はありませんが、熊本が勝利し、降格圏の3クラブが全て敗れたため、降格圏とそれ以外のクラブの差が徐々に開き始めた格好です。そして開幕前は自動昇格候補にも挙げられた山形がなんと16位、まさかの3連敗を喫してしまい、 J2 の過酷さを物語る順位表になっていますね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今節は横浜 FC が首位清水を破り、その他上位クラブが軒並み勝利したため、独走状態にあったリーグ調整に大きな変化が起こった節となりました。清水は次節連敗しないことが何より重要、他の上位クラブもさらに首位との差を縮めたいところですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。先日ついにこのチャンネルの登録者が7000人を突破しました。多くの方に視聴していただけるチャンネルになり、本当に嬉しいです。ありがとうございます。今後も J リーグをより楽しめるようなチャンネルにしていきたいと思います。まだまだ視聴者の中の登録者の割合が少ない状況ですので、チャンネル登録やいいねボタンもお待ちしています。よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。